ここまで職質です。一応読まれ1ふざけんなマジでふざけんな。今度踊りたいんでやる。ゲームのやつ。お母さんと消してください。ハロハロ、今コロンブやコロンブや片付けて。大丈夫？これ、できてる？うん、やってるの？これ、撮影、うん、いつも食べてるところしか撮らないから。ああ、そんなところにヘッドホン置いとくとあれだよ、ママに踏まれたら一瞬であれだよ、破壊されちゃうよ。間違いなく粉々になる。なんかお風呂変な匂いした。なんで？なんか入れたのかね。なにこのピンク色のそうめん。お皿の音がしたということはそろそろご飯。すごいね、耳と鼻だけはもう動物以上のあれだね、機能を発揮するね。いちいちいります、ああいうの。流し使おうよ。流しそうめん使おうよ。ここまで、職質です。一回にも届いてください。職質です、ね、職質です。早くお風呂入りさん。ふざけんなマジでふざけんな。すいません、職質にご協力ください。はい、こちらへどうぞ。いやだよ、なんだよ。じゃあまず飲酒の可能性があるので、ね、息をふーっと、はい、お願いします。はい、一応読まれ1行目へどうぞ。ふざけんなマジで。おい、ほんとやめた。乗り込んでください、乗ってください。ふざけんな。塩麺、塩麺。わかっちゃないよ。犯人は、ママ。すごい。何がする？別にそうなんて言えなくなってくる。おにぎりだったんだよ。だってしおちゃんこれ1個ぐらい食べる。食べるわけないやつ。テーブルに並べられている量がかなり多かった。肉はだいぶここでねえ、しおさん、どっちがいい？左。はいはいはい、左です、左です、左です。それ元気じゃない？元気なのこれ。どうぞ。いない。天ぷらです。天ぷら、天かすね。天かす。こうちゃん、これひどい。ねえ、かわいそうじゃない？ねえ、ちゃんとやってあげて。面白くない、本当に。天つゆでも食べたいんだけど。うん、だからいいじゃん。何がいいの？両方食べればいいじゃん。あれ、ちゃんとどんな感じだ？大丈夫か？ニコリオチャンネル、いただきます。今日はリオのお友達のリョウコさんが今日はリオの友達の、待って待って、わかんないでしょ、リオの友達。わかんない。じゃあちょっと確認した方が。友達です。1歳くらいからの付き合いです。もちろん喧嘩もするけど、基本いつも一緒。嬉しいこと言ってくれますよね。これからも親友でいてください。さあ、ね、しおりちゃんにはお兄ちゃんがいて、しおりちゃんのお兄ちゃんとはるくんが同級生で、その妹同士です。ここはだから妹同士がね、仲良くなってます。はい、それでは食材紹介をします。はい、行きましょう。はい、はい、こちらは豚肉、刻み海苔、はい、マノリ、コーン、オクラ、うずらの卵、ツナ、みょうが大葉で、人参です。今日のサラダがスリーフとラディッシュ、ミニトマト。はい、それでは好きなおつゆにつけていただきます。いただきます。いただきます。じゃあこれ食べてみていい？うん、そうめん食べてみて初めてか、久しぶり。じ
ただきます。ママ、ネギかけたいんだけど。こうちゃん、あ、はい、うまそうね。で、見てわかりますように、しおりちゃんとリオ同級生なんですけれども、しおさん今さ、身長いくつ？138。はい、しおりちゃんの身長今138。リオは160。やっぱりね、肌を見てわかると思いますが、ちょっと全体的に高身長になります。157だった。またいるよ。味はどうでしょう。でね、しおりちゃんがね、小さい時ね、おうどんとかね、そうめんとか食べてるイメージで、なんか麺類が好きなのかな。美味しい。うずらの卵食べていい。うん、あと小松菜が好きなんだよね。うん、ね、すごいね、なんか。ではピーマン。ちょっと梅のそうめん食べてみていい。はい、どうぞ。梅？遠慮しないでどんどん食べてね。うん。ほら、天かすも。ほら、天かす。はい、天かす、はい、天かす、はい、天かす、はい。ほら、天かす、リオちょうどいい。天かす。はい、少し。はい。少し。これぐらい？はい、どれぐらい？はい。海苔、海苔のいらねえやん。たけし。こうちゃんに聞かないで、何でも入れちゃうの。春ジャイアン。うずらの卵いただきます。ツナとかさ、コーンとかも食べない。うん、うまい。これしょうさんは野菜どうなの、食べれんの？偉、うん、いじゃん。久しぶりに食べる。しょうさんも今日頑張って食べてください。小さい時は本当になんか固くなり食べなくってさ、女の子の方がやっぱりそういうのが強いのかもしれないね。ほうれん草なんだって、うん、これ、うんうん、スイスチャーハン。見た見た見た。ね、うん、やっぱ僕の前に豚肉があるといいね。うん、似合うよね。うん、うん、だってちょっとツナいただいていい？ツナマヨネーズで食べたい。あ、それおにぎりか。え、ママがこれ大好きなんですけど、これ人参、赤ちゃん人参、赤ちゃん人参です。これ葉っぱまで食べれて、葉っぱがね、春菊みたいな香りがします。これこのまま丸ごとボイルして丸ごといただきます。天かすちょうだいよ。はい、おいしい。食べて。絶対これ体にいいから。じゃ食べよう。ほら、食べていい。手で持って。待って待って、食べない。遠慮しないで。ゆうちゃん食べたい。遠慮しないで。めっちゃ美味しい。しおりちゃん食べたいって。食べてもらう。遠慮しないで。3本ぐらい経っちゃう。全然栄養なんかじゃない。チャンネル登録よろしくお願いします。いや、多分ね、エリカちゃんにあげたことある。これ、おー、ママにあげたことあるよ。そうそう、ほら、ディップして、ディップして、マヨネーズ。あ、マヨネーズ嫌いなのか、しおさんね。ベビータッピー、おいしい。え、おいしいんだよ。おいしいの、これ。ほんとに。葉っぱ食べる。葉っぱもそのまま、もぐもぐ、いって。ママは、みょうが、大葉。ねえ、あれ、僕しか食べてない。梅どう？梅。梅ね、すごい癖のある味。癖のある味？結構ね、酸っぱいよこれ。酸っぱい？やばい。食べれないかも、僕。酸っぱくはないよ。酸っぱくはない？うん、美味しい。でもほら、可愛いじゃん、ピンクってだけ。うん、可愛いとか、可愛くないとか、必要です。やっぱり、香りとか、口当たり、舌触り。あと、そうめんいただきます。ちょっと早いよね、時期的にね。ねえ、1学年上がるじゃん。こうちゃん、大丈夫？大丈夫？こうちゃん上がってくるじゃん、学校。おさび入れすぎだよ。うん、こうちゃん学校上がってくるじゃん。それがさ、なんか楽しみなの。うん、どんなあれなのか。喧嘩する？喧嘩、今日。あ、そう。うち喧嘩少ないの。喧嘩ないの。いや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 、とんでもないから。喧嘩したことない。うん、本当にたまに会ってね、一回会いとかだよね。うん、たまにどころの話じゃないじゃん。おにぎりいただきます。あ、美味しいね、そうめんね。今度大食い対策やる。リオとしおりちゃんどっち食べる？どっちが食べる？全然リオでしょ。だよね。あ、シュータロとコウ君がいい勝負してる。中人になるしおりちゃんのお兄ちゃんとコウちゃんがいい勝負だって。いい勝負。じゃあ僕誰と勝負？いないでしょ。いないこともないですよ。じゃあ勝負してほしいね。みんな豚肉食べてね、僕しか食べてない。
じゃあお皿をさ、こっちにやってどうぞって。そうそう、やってあげたんだよ。しゃぶしゃぶのお肉どうぞ。どうぞ。いい。結構梅だね。梅だ。香りが結構梅。うん。でもなんか、すごい美味しい。麺自体は美味しい、すごい。うん。おにぎりって一人3個でしょ。3個もないじゃん。おにぎりください。はいよ。ありがとうございます。これさ、大好きな匂い。食べないんですよ、ご飯。普通のご家庭は、そうめん食べたらご飯食べないの。タイパイパイ。オムライスの上に何かけるか。オムライスの上にケチャップ。ケチャップ。で、腹はそれにプラスでマヨネーズかけねえよ。かけないでしょ。普通かけないでしょ。いや、かけてるし。春、唐揚げにも、卵にも、焼きそばにも、マヨネーズつけてる。すごい、つながねえ、お土産ついちゃってるって。お土産ついちゃってるよ。酸素麺美味しい。なんかトマト1個もないんだけど。ありがとうございます。おお、脇毛丁寧に。あー、ショーさんとかも入ってよ。入ってますけどね、さ。しょうさんの方から入っちゃったよ。静かにしてください。100度くらい静かにしてください。ケンタッキーさ、チキン食べるとき何と一緒に食べる？ごめん。え、普通にケンタッキーだけで食べる。お肉だけで？そう、うん、食べる。え、ハンバーガーは？ハンバーガーは？その前ケンタッキーとご飯で食べたの。え、でもこの、結構あれだよね、ケンタは近くにいるからね。ケンタ、修太郎のつっくん、こんなちっちゃい時から長い付き合いだったんで。ほんと、4人くらい出ちゃってた。あ、そう、怖くて。怖くて。へぇ、そんな怖いんだ。ファンの顔がね、暗闇であった方が怖いよね。ずっとなんかさ、腕つかんでさ、ずっと後ろ向いて見れなくて。感じ方も…いや、感じは私でしょ。いや、感じです。何点です？80、88ですよ。88ですよ。100ですよ。一番いい人いるわ。楽しそうで良かったです。お疲れ様でしょう。ごちそうさまでした。